マリオ・マルトーネはイタリアの映画監督、脚本家、演出家。1970年代から演劇やオペラの演出家として活動し、1985年に短編、ネラ・チーター・バー,ウーカ』で映画監督としてデビュー。1992年に初の長編、モルテディウン・マティマティコ・ナポレタノを発表。ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、 審査員特別賞を受賞。ダビッド・ディドナテロ賞でも新人監督賞を受賞した。エレナ・フェルダンテの作品を映像化し、1995年に発表した長編3作目の愛に戸惑っては、第48回カンヌ国際映画祭に出品され、シカゴ国際映画祭では審査員特別賞を受賞した。その後も短編やドキュメンタリーを中心に10本以上の 作品を制作する。2010年、イタリア統一150周年を記念した歴史対作、我々は信じていたが、第67回ベネツィア国際映画祭に出品され、日本でも、翌2011年に開催されたイタリア映画祭2011で上映された。2014年のビルジョーバネ・フォボロソも第71回、ベネツィア国際映画祭に出品された。ありがとうございます。